ライモンド・モンテクッコリ旧軽巡洋艦は、イタリア海軍の軽巡洋艦。コンドティエリ型第3弾。ルイージ・カドルナ級に続いて建造された軽巡洋艦で、船体は大型化され走行が強化されている。同型艦は、ライモンド・モンテクッコリ、ムツヨア・テンドーローの2隻で共に1935年に、竣工した。 ムツオアッテン道路は1942年ナポリで空襲により沈没した。ライモンド・モンテク・コリは戦後もイタリア海軍で使用された。本級の艦型を示した図。水戦下にバルバスバウを持つ突出した艦首から、首艦パ板上に1.2番手砲塔を背負い式で2機、配置した。本級から、環境構造は、ウンベルト・プリエーゼ造船中上港案の、 円筒型環境に更新され、同海軍の近代化改装後の土球戦艦、コンテディカブール級に似た、頂上部に断片防御程度の棒立てが施された、即居儀を乗せた円筒型環境が立つ。環境の背後には2本の煙突が立つが、機関のシフト配置のために前後が離されており、間には水蒸気射出用の旋回式型パルトが1機、配置された。 一番煙突の左右に53.3センチメートル連装魚雷発射管が片源一機ずつの計二機配置した。二番煙突の全部に後部三脚章が立ち、二番煙突の周囲が関西艇置き場となっており、後部三脚章の基分についたクレーン一機により水蒸気と関西艇は運用された。後部甲板上に後ろ向きに3.4番四方塔が背負い式に二機配置した。 広角砲は棒立て付きの連装砲まで2番煙突後砲,砲の原則甲板上に片元1機ずつと3番手砲塔の前方に1機の計算機が逆三角形状に配置された。1962年に取られたライモンド・モンテクッコリ。本級のうち戦没を免れたライモンド・モンテクッコリは対戦後に等型環境の即挙技を交換し、銃弾の左右に 船橋を設け、環境の後部から、新たに、全部マストが建てられ、前後マスト状にレーダーアンテナが設置された。後に2番手法等を撤去して、機関砲を増設した。1954年に、完備から撮られた、ライモンド・モンテク・コーリ。極端に方針の間が狭い手法等がよくわかる、写真。本級の手法は、前級に引き続きモデルズ1926を改良した。 モデルズ 1929-15.2cm 砲を採用した。重量 47.5kg の砲弾を使用し、強角45度での射程距離は 22,600m である。この砲を連装式の砲塔に収めたが、列強の同士艦と異なり、イタリア海軍の条約型巡洋艦は長らく左右の砲身を同一の砲画に据え付ける形式を採用した。これは、 方針の間を狭めることにより、砲塔の小型化と機構の簡略化を狙ったものであるが、代償として、聖射時に左右の砲弾の衝撃波が相互に干渉し合って散布界が広がる弱点があった。これは、独立砲がになるルイジ・ディ・サボイア・デュカ・デグリ・アブルッチ級までイタリア巡洋艦のウィークポイントとなった。砲塔の旋回は、守備線方向を0度として左右150度で、 不要角度は行角45度、不角5度で発射速度は毎分4発である。広角砲は1927年 10cm 広角砲を採用した。近接対空火器としてモデルズ 19323.7cm 機関砲を採用した。 その性能は0 8 3ラムの砲弾を行四45度で7 8 0 0ル、行角80度で5 0 0 0ルの高さまで届かせることができた。不行能力は行角80度、深く10度である。旋回角度は減速方向を0度として左右120度の旋回角度を持っていた。砲賀の不行、砲頭の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に電力で行われ、 補助に人力を必要とした。発射速度は毎分60から120発である。この機関砲を連装砲がで4機を搭載した。他にモデル 1931-13.2mm 機銃を採用した。その性能は 0.051kg の機銃弾を行角45度で 6000m、行角85度で 2000m の高さまで届かせることができた。 不行能力は、行角85度、深く11度である。旋回角度は360度の旋回角度を持っていたが、上部構造物に回を制限された。砲牙の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に電力で行われ、補助に人力を必要とした。発射速度は、毎分500発である。この機銃を連装砲牙で4機を搭載した。 水雷兵装として5 3 3トル連装魚雷発射管2機を装備した。他に、機雷96個を搭載できた。ありがとうございます。